皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の計算問題の正の数と負の数の加法足し算についてお話します。小学校の時は算数、これは割とできたんだけれど、中学校の数学になったら、いや難しいなって感じる、こういう人はかなりの数います。その理由は、算数っていうのは身近な具体的なものをイメージして考えることができたんですけれど、数学になると抽象的な部分、これが増える。このために、あ、数学難しいって感じちゃうみたいです。その抽象的な部分の最初に出てくるのが正の数と負の数です。教科書では0より大きい数を正の数といって、正の負もプラスをつけて表す。0より小さい数を負の数といって、負の負もマイナスをつけて表す。こんな風に説明しています。なんかちょっと分かったような、分からないような、こんな感じですかね。そして次に数直線なんかを使って、数直線に書いて真ん中に0のところを原点って言うんだよなんて、ね、説明して、そして右の方向、正の方向って言って、0から右に進むとプラス1、プラス2、プラス3、プラス4、ね、右に進めば進むほど数は大きくなるよ。で、左の方向を負の方向、こう言って左に進むとマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5というように、左に進めば進むほど数は小さいんだよって説明されます。なんかでも分かったかな、分かんないかなっていうふうに、こう授業が進んでいっちゃう、そういう人がいるんですけれど、これちょっと考え方変えましょう。身近な中にね、正の数、負の数使ったものがあります。学校の先生もよく説明に使う気温です。気温、水が凍る温度を0度として、それより2度高かったらプラス2度、ね、0度より3度低かったらマイナス3度というふうに普段日常の中で使っていますよね。つまり水が凍る温度を0として、それを基準に高いかそれとも低いかをプラスとマイナス、正の数と負の数で表しているわけです。スポーツの中にも正の数、負の数、ね、使っているものがあります。ゴルフです。1ラウンド回ってきて72を基準とした場合、ね、72を基準とした場合、もし69で回った人、72より3少ないですから、マイナス3と書いて3アンダーで、72に対して74で回った人、2打多いですよね。ですからプラス2と書いて2オーバー、こんな風に表します。つまりある点を基準として、数直線だったら基準は原点ですけれど、その基準より多いか少ないかを表しているのが正の数、負の数、こんな風にイメージしてください。そして計算の方は規則をしっかり覚えちゃえば簡単に計算できますので、心配しないでくださいね。では計算の説明に移ります。最初は同符号の2数の和です。つまり正の数足す正の数、負の数足す負の数、この場合ですね。この場合は共通の符号をつけて数字を足し算します。例の括弧1、プラス4足すプラス6、共通の符号はプラスですよね。ですからプラス、そして数字は4と6なんで、4足す6、こうなってプラスの10、これが答えになります。括弧2番、マイナス3足すマイナス2と、共通の符号はマイナスですから、マイナスを前につけて数字の3足す2、これを計算してマイナスの5と、これが答えです。で、
計算の途中のこのカッコしてプラス4とかカッコしてプラス6、カッコの中にマイナス3、カッコの中にマイナス2ってありますよね。この計算の途中のカッコの中に入ったものはこれプラス4という正の数だよと、こっちはマイナス3という負の数だよと、こういうことを表していて、答えの部分、この部分でカッコがないのはもう答えの部分はプラス10という正の数であることが明らか、マイナス5という負の数であることが明らかなので、答えの部分ではカッコは必要ありません。で、練習をもう2問やっていきましょう。カッコ1、プラス9、足すプラス5、これは共通の符号はプラスなのでプラス、そして数字を足した、9足す5イコールプラス14、これが答えですね。カッコにはマイナス10足すマイナス7、共通の符号はマイナスなのでマイナス、数字は足し算で10足す7、答えはマイナスの17、このようになります。次は if 号の2数の和なんですけれど、その前に覚えなくてはいけない言葉があります。それは絶対値という言葉です。絶対値、教科書では数直線でその数に対応する点と原点との距離、こんなふうに書いてありますよね。で、数直線を使って説明しているんですけれど、もっと簡単に覚えちゃいましょう、ね、正の数、負の数の符号、この部分を取った数字の部分だけ、ね、プラス5だったら5の部分、マイナス11だったら11の部分、これが絶対値、こうなっています。では、if 号の2数の和、つまり正の数と負の数の和、負の数と正の数の和、足し算。この場合は、絶対値の大きい方の数字から小さい方の数字を引き算して、絶対値の大きい方の符号をつけます。例、括弧1、プラス7足すマイナス5、絶対値は7と5です。絶対値の大きい方の符号はプラスですから、プラスの符号をつけて数字の 7-5、 これを計算しますと、プラスの2、これが答えですね。括弧2番、マイナス9足すプラス2、絶対値は9と2ですよね。絶対値の大きい方、この符号はマイナスですから、マイナスを前につけて絶対値の大きい方から小さい方を引きます。9-2イコールマイナス7、ね、あと2問やってみましょう。練習のカッコ1、マイナス8足すプラス15、絶対値は8と15です。絶対値の大きい方はプラスですから、プラスの符号をつけて大きい方から小さい方を引きます。15-8イコールプラスの7、こうなりますね。括弧2番、プラス3足すマイナス11、絶対値は3と11です。絶対値の大きい方は符号マイナスですから、マイナスの符号を前につけて絶対値の大きい方の11から小さい方の3を引きます。マイナスの8と、これが答えになります。よろしいでしょうか。今回は正の数と負の数の加法、足し算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。